バンブーメモリー、バンブーメモリー、1985年5月14日から2014年8月7日は、日本の元競争馬、シュボバ。1989年、1990年、JRA 賞最優秀スプリンター、現在の JRA 賞最優秀短距離馬。判定にバンブーゲネシス、マーチステイクス優勝、とバンブーアトラスがいる。バレーは、 急表記で統一する、短距離の追い込み馬として活躍し、2年連続の最優秀スプリンター受賞を果たした。しかし、同時期の活躍馬オグリキャップらによって、安田記念やマイルチャンピオンシップの優勝を阻まれ、短距離の GI は2勝にとどまった。列ひずめ気味だったために1988年にデビューしてからしばらくは負担の小さいダート戦ばかりを走っていた。 明け5歳となった1989年、日詰めもだいぶ良くなったため、4月の道頓堀ステークスで初めて芝のレースに挑戦すると5馬審査で勝利。自走、シルクロードステークス、当時はオープン特別でも3着と構想し、芝コースへの適性を示した。陣営は、伝統で重症初挑戦ながら、岡部幸雄安城で安田記念へ参戦を決定する。 前年まで短距離路線の中心だった、日本帝王、ダイナアクトレスが引退し、当時の短距離界は有力場がおらず、安田記念の1番人気は最後に勝ったのが半年、前のギーという北斗ヘリオス。2番人気は、前走系王杯スプリングカップを勝利した、リンド星。3番人気は、前年の日本ダービーをレコード勝ちして、以来の出走となる桜チオの王だった。 前半は激しい争いとなって先行馬が総崩れとなり、残り400メートルで12番人気の第五シュールが抜け出し、逃げ込みを図った。後方大規策を取ったバンブーメモリーは直線坂上から一気に伸びて、第五シュールを捉え、最終的には後続を一馬新半突き放して優勝、GI タイトルを獲得した。他く二彦旧社にとっても初 GI タイトルでもあった。 10番人気の無名の関西馬と12番人気の2頭での決着だったが、それぞれの同枠に北斗ヘリオスと4番人気の東昇マリオがいたため、枠番連勝式の馬券は2番人気での決着となった。実況したフジテレビの坂井正幸アナウンサーは、これはびっくり関西馬、中略これは岡部の魔術でしょうか。と実況をしている。秋シーズンでは、 松永正宏安城で、スワンステイクスに出走、最重量となる59キロを背負うが、後方から追い込み、前馬をかわして3馬進半差をつけて勝利した。続く、第6回マイルチャンピオンシップでは安城に、竹豊を迎えて挑んだ。道中は、本命の小グリキャップよりも後方に待機し、最終コーナー手前でスパートすると先行する、小グリキャップを外からかわ、 直線に入って短期抜け出した。一方の小栗キャップが遅れて、バグンの中央から抜け出すと、バンブーメモリー機場の竹豊は内拉地沿いに迫る、小栗キャップの進路をあえて開け、一気打ちを挑んだ。後に、竹豊は、バンブーメモリーを打ちに入れて、後方の小栗キャップの進路を阻むことも可能だったが、勝負したかったと実感している。このデッドヒートを、 関西テレビの杉本清アナウンサーは、負けられない、見ない勝み、譲れない、竹豊と実況した。両馬は、並んでゴールし、長い写真判定の末、花さで、オグリキャップの優勝となった。この年、安田記念、スワンステークス優勝が評価され、JRA 賞最優秀スプリンターを受賞した。翌1990年は、初戦に予定していた金、金杯。 西尾、疾病、広角節で出走取り消しとなり、陣マシンによる休養を経て、短距離路線を進んだものの、不審で良いところなく春シーズンを終えた。CBC 賞2着で経て出走した高松の宮ハイで、ようやく優勝して復調。秋シーズンは、天皇賞。秋では、後方から追い込み、八重の無敵の3着。短枠指定で本命に迎えられた、マイルチャンピオンシップでは、 いつもと違い早めに抜け出したところを、外からパッシングショットに抜かれて2着と赤敗した。この年から GI に昇格したスプリンターズステークスでは、後方から一気に抜け出すと後続に一番新反差の日本レコードで解消。2年連続で JRA 賞最優秀スプリンター受賞となった。1991年も現役を続け、 初戦の KO 杯スプリングカップでは出走場中、最も重い59キロを背負い最後方待機策を取るが、先行勢を捉えきれず4着。続く安田記念でも本命となるが、内へ入って直線で前が塞がり、坂上でようやく馬群を抜け出して猛追するも3着と、赤敗した。続く宝塚記念で最下位負けを喫した後は、低迷。 同年のマイルチャンピオンシップ発着を最後に現役を引退。12月8日、阪神競馬場で引退式が行われ、種母場となった。種母場としては初年度の種付け頭数がわずか7頭に、とどまるなど人気が出ず、13年の種母場生活で、出走頭数は35頭。地方競馬の重症化ー馬を2頭出すのが、精一杯であった。 2005年の種付けシーズン前に種ボバを引退。故郷のバンブー牧場で余生を過ごす。2014年8月7日、牧場にて漏水で死亡を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。